なんだこいつ。ベテランパルテイマー。はい、ルギさん。パールの扱いが様になっているね。でも、私に会ったのが運の月。ここでどっちが本物のパルテイマーなのか決闘して確かめましょう。なにこれ。やってみるか。あ、パルバトルみたいな。いや、パルテイマーを先に倒してしまえば、こっちの勝ちだろ。あれあれこれ何も報酬とかもらえないやつ。うんしょ、うんしょ、うんしょ、うんしょ。まあ、パルを倒すよりね、直接トレーナーを倒した方が手っ取り早いからね。カエロパルを出させない。これがパルバトルにおける秘訣です。さ、負けた雑魚はおとなしくご退場願いましょう。うんしょ、うんしょ、うんしょ、バイバーイ。あ、ってことでどうも、ワイドリバーです。異様を集めてたね。いや、コメントいただきましたね。前回、ベラルージュ極み戦にて、拠点を防衛施設大量に設置して、それで迎撃しようと思ったんですけど、どうやらね、拠点にあらかじめミサイルランチャーの弾を作っとかなきゃ効果がないとのことなので、大量のロケットランチャーの弾を作っていたところですね。で、新しくアップデで追加された、この金属鉱石採石場とか、いろいろと設備をね、形だけですけどね、必要な施設を作って準備を整えていました。まあ、ってな感じでね、引き続き準備していきましょう。はい、ってことで、どうも、ワイドリバーです。いや、盲点でしたね。ミサイルランチャー、どうやら弾がないとミサイルランチャーぶっ放すことができないみたいなんです。まあ、当然ちゃ当然だね。ってことで、用意してきました。ロケット弾491発だね。んで、前回と同じような感じの拠点を少しいじくって、高さに緩急つけたりして、レイドボスの攻撃で一気に拠点が倒壊しないようにしました。ちょっと遠くから見るとこんな感じだね。いや、もう壮観でしょ。で、多分今度こそね、ちゃんと動いてくれると思うんだよね。で、弾も用意してきたんで、ボス戦が始まれば一斉放火で、ベラルージュ、もしくはこいつ、ベラノワール。もう一体ね、レイドボスがいるよって教えてもらったんで、こいつの石板集めてきてました。前回ね、ベラルージュ極みやられてね、どうにかして勝ちたいなって思ってたんだけど、まあその予行練習ということも兼ねてね、今日はベラノワールを、このね、対レイドボス用決戦拠点で討伐していきたいと思います。じゃあね、細かい準備あるんで、それして早速始めますか。よーし、 OK、 こんなもんで準備はいいでしょう。じゃあ始めましょうか。ベラノワールを、おい、召喚。さあ、これで今回はちゃんと働いてくれるのか。おわ、 OKOKOK。 うわ、すごい火力だ。お、設置型ミサイルランチャーめっちゃ強いやんけ。おー、オッケーオッケー。あ、ベラノワールは体力30万ほどか。感じた。いや、設置型ミサイルランチャーなかなかいい火力してるぞ。いや、いい火力してるね。ここに、俺本家の、おい、アサルトライフルの火力が加われば。お、なんだ？お、お、転倒したぞ、こいつしかも。敵前で隙を見せるとは愚か者め。さあ、お前ら削りきれ。体力3分の1ごとにノックダウンがあるっちゅう感じかな。転倒しまくりじゃねえか。さあ、体力3分の1切って死にかけなると回復モーション入るんだけど、それを許すな。オッケー。いや、すごいね。めちゃくちゃ余裕だったわ。いや、俺が何もしなくても、開幕の30秒ぐらいかな？で、体力3、4万削ってたんで、俺が前回ボコボコにされたベラルージュ極み戦でも、だいぶいい火力ソースになってくれると思います。んでなんだけど、でもこれだけだと多分倒せないね、余裕で。ベラルージュ極み。ってことでね、もう作戦だけ今のうちから話しちゃいます。拠点をあと2つ、ここに持ってきます。今あるこの3つの拠点全部ぶっ壊して、ここに移住しようと思ってました。でも、パルは拠点から出ることができないので、ここを囲うようにね、さらに2つ。ここはオールマリアの志願しなくです。ここに、ベラルージュ極みを召喚して、ここと、ここにもうでかい壁を置いて、
その壁上からロケットランチャーをぶっ放しまくるみたいな作戦どうだろうか。そんぐらいやらないとね、多分勝てないと思うわ。作戦決まったな。オッケー、とりあえず対レイドボス戦は今日はこのぐらいにしようと思います。まだ続きます。でこれまたアップデ情報を見て確認してきたんだけど、どうやらねレイドボスは捕まえることできないみたいなんですよ。ベラノワール倒した後に、今インベントリ何もアイテム入れてなくても勝手に巨大な卵入ってるでしょ。ベラノワールの卵だね。レイドボスは捕まえられない代わりにこうやって卵としてドロップするみたいなんだよね。これを孵化させたらベラルージュ、ベラノワールを仲間にできるってことらしいんで、まあ早速孵化させていきますか。以前拠点には立派な孵化場があったんですけど、大災害で全部崩れ去ったんで、ここで貧相な孵化場だけど孵化させていこうか。オッケーオッケー。じゃあまあこいつらの孵化間違ってらね、俺は決戦の準備していきます。よーし、てなわけで卵の孵化が完了しました。では早速ね見ていきますか。ほいよ、まずは1個目、ベラノワール。オッケー。そして2体目、こっちがベラルージュ。ベラノワール存在せず静かに世界を見つめているだけだった。いつの頃からか見つめられることを望んだ。外界にあだなした欲求の塊は狂乱の淑女として定義された。なるほど、メンヘラ系彼女っちゅうわけが。ベラルージュ、解放された欲はついに収まらなかった。私を見つめる私が欲しい。外界にあだなした見つめる姉妹はとうとう狭間に追いやられようやく目を閉じた。なんか闇深いなこいつら。修練書ちょっと使ってレベル上げて使ってみる。ほいよ。まあ取り急ぎ今ある分レベル42までだね。まあちょっと使ってみよっか。なんかどうやらパートナースキルはロックオンした敵に向かってミサイル系のなんか攻撃を放つやつみたいなので、まあちょっと使ってみないとよくわからないね。いや、イケルキのところにほら、おおおおお、すげえ。これかボスが使う技を仲間が使ってくれるんだ。パートナースキルがだいぶおいよ印象的だよね。さあ行け。すげえ。お、危ないよ寄ってきたら。なるほどね、ロックオンしたターゲットに向かって単体超高火力っちゅう感じか。まあでも正直使うことはないかな。ベラルージュこいつの個体値がどのぐらいかわからないけど、レベル42にしてはあんまりステータスそれぞれ高くないんだよね。グレイシャル、ジェットランみたいな伝説ポケモンの一つランクの下の生き物と同じぐらいの攻撃力、体力、防御力っていったところかな。伝説のパルよりはちょっとやっぱりどうしても戦闘能力劣っちゃうみたいです。まあでもしかしね、こうして無事にそれぞれベラルージュ、ベラノワール仲間にすることができましたし、ほいよ、こうしてねもう一つ拠点の近くに拠点を建ててきました。拠点ね、ちょっと近すぎると拠点建てられないみたいなので、このぐらいの距離が限界だったね。もしかしたら本番はここも建て直すかもしれないけど、とりあえずは取り急ぎこんな感じだね。といったところでね、今日の動画はこれまでになります。ということで次回の動画はね、結構力入れて作るつもりなので、ちょっと更新滞るかもしれないけど、そこら辺はそういった事情ございますのでご愛嬌ください。ということで今日の動画はこれまでになります。じゃあ次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあバイバイ。